こんにちは、すみやです。今日は、スマホ専用望遠鏡、ヘスティアの第2回目です。昨日あげたヘスティアの緊急速報の動画の中で、いくつかバオニスのサイトに間違いがあったので、今日はその訂正バージョンを作りたいと思っています。何が間違っていたかというと、ヘスティアのサイズが間違っていたんですね。で、私も重さを 500g のところを 500kg と書いて間違って慌てて訂正しましたが、バオニスの方も慌てて、サイズを22インチって書いたんですが、あれは 2.2 インチの間違いだとかね、縦横厚さ全部ですね、点をつけるのを忘れてたっていうことで一桁大きいよというふうにね、SNS で指摘があって、早速直しましたっていうふうに、バオニスの方からコメントが入っていました。それでサイズ感としてはですね、ここに本がありますけれども、この本が高さ 24.1 センチでちょうど同じ大きさですね。私の手のひらとよりちょっと大きいぐらいでしょうか。で、幅がね、これ18センチあるので、これより1センチぐらい小さい感じですね。で、厚みはちょっと、この3冊で2センチ弱ぐらいしかないので、これの3倍ぐらいありますね。ここに SV ボニーのファインダーがあるんですけれども、このファインダーがちょうどですね、鏡頭リング含めると 5.6 センチぐらいなので、レンズそのものは 4.5 センチぐらいなんですが、ファインダーを固定する鏡頭リングを入れると 5.6 センチぐらい。ね。サイズが 24.1 センチと、この高さがですね、24.1 センチ。で、幅がこれより1センチ少ない17センチ。厚みが 5.6 センチと書いてありましたね。まあ、これはインチをセンチに直しただけなんですけれども、バオニスのサイトの間違ったものが訂正された後のサイズを、インチをセンチに換算して載せておきましたので参考にしてみてください。この本のね、サイズよりちょっと1センチぐらい幅が狭いっていう感じのサイズ感になります。で、ここにスマートフォンがパカッとはまるっていうことですね。スマートフォン専用望遠鏡です。それからもう一つ皆さんが一番気になっているのはですね、Facebook 上でもね、質問が出ていて、いわゆる GO2 自動導入できるんですか、それからトラッキング自動追尾できるんですかっていう質問がありました。それに対してバオニスの公式の見解は、7月18日のキックスターターでお答えしますみたいなことが書いてありました。望遠鏡自体で自動導入自動追尾は私はできないような気がしますけれども、セレストロンが出しているスターセンスエクスプローラーで、このスマートフォンをパカッと乗せてですね、で、スマートフォンが望遠鏡、こういうね、口径3センチの望遠鏡を通して撮った映像をプレートソルビング、星の地図をスマートフォンのアプリで読み取って、今あなたが見たい天体はこっちの方ですよというふうに教えてくれるガイド機能がついてるんではないかなと。いうふうに予想しています。すでにね、セレストロンの方でそういう望遠鏡がいくつも発売されていますので、それと同じような技術を使えばアプリ上で、今あなたが見たい天体はこっちの方ですよっていうふうに矢印で指し示すという方法を使うんではないかなというふうに考えています。セレストロンのスターセンスエクスプローラー、私は直接使ったことありませんが、いろんな方がYouTube の動画をアップしているので、そちらを参考にしてみてください。そして、最終的にトラッキングがどうなるのか、自動追尾できるのかどうかっていうことなんですが、自動追尾は、電子感棒のライブスタックの技術を使えばね、多少星が動いていても、星の光を点の状態で蓄積することができる。というふうな機能が、もうすでに技術的に確立していますので、そういうソフト的に追尾をしていくと
いうことになるんではないかなというふうに思います。まあこれはすでにスマホ単体で星を撮影するモードが入っている Google Pixel とかね、サムスンの Galaxy なんかもそういう技術をもうスマホ本体だけでね、実現していますから、そういうアプリを作ることはそんなに難しくないのかなというふうに考えています。ヘスティア専用のアプリも作られるようで、多分それが18日にどこまで公表されるかわかりませんが、そういうアプリにしますっていうぐらいは公表されるんではないかなというふうな気がしていますね。自動導入自動追尾について言えば、AZ-GTI とか軽量の軽位台がありますよね。そういうものを使えばもちろん自動導入自動追尾がヘスティアでもちろんできるんですけれども、ポラリエとかね、ポータブル赤道儀で追尾をしていけばさらにね、正確に追尾ができるのでいいんじゃないかなというふうに思います。昨日は星雲が撮れるんじゃないかっていうお話をしたんですが、公式にはね、撮れるのは月と星と星団、銀河、この4つぐらいがリストアップされてましたね。で、その中に惑星と星雲は入ってなかったんです。で、惑星と星雲はなかなかね、スマートフォンの広角カメラで撮るのはね、小さすぎて難しいという問題がもちろんあるんでしょう。それから、星雲も淡い天体を捉えるにはやはりね、光害カットフィルターを使ってみたりとか、一眼レフ、ミラーレスカメラでも改造カメラを使って赤い星雲が映りやすくする補正フィルターを除去するっていう技術がありますけれども、スマホのレンズの中のそのフィルターを取るっていうのはちょっとね、物理的にかなり無理があるので、改造はできないと思いますので、ひょっとしたらね、バオニスがどっかのスマホメーカーとね、赤い天体がよく映るようなスマホ、天体撮影専用カメラを出してくるのかもどうかわかりませんが、まあ、フィルターを切り替え式にしてね、普通の撮影用と赤い星雲が映るようなフィルター除去する機能を持ったスマホみたいなものがね、開発されてくる可能性もなきにしもあらずですから、そういうのに期待したいところですね。18日の正式な発売、キックスターターのクラウドファンディングのスタート日の情報に注目してみたいなというふうに思っているところです。この後、新しいね、ヘスティアの解説動画を見ていただきますので、ご覧ください。どうぞ。2023年7月6日、フェランス・バオニス社は、7月18日からクラウドファンディングサイトキックスターター上で新たな製品プロジェクトを開始すると発表しました。その名はヘスティア、あなたのスマートフォンがスマート望遠鏡にがコンセプト。キックスターター上の支援金額は149ドルと案内されています。内蔵されている合計 30mm の望遠レンズによりスマートフォンの能力を引き出し倍率25倍を実現しています。またスマートフォン単体での撮影と比較してシャープネスに優れ低照度での撮影が可能になっているとしています。寸法は 17×24.1×5.6cm、 質量は約 500g、 どこにでも持ち運べるコンパクトな製品です。ヘスティア専用アプリグラビティ by バオニスが新たに用意されます。バオニス、ヘスティアを紹介、ポータブル望遠鏡の未来。バオニスコムキックスターター2023、星を眺める冒険を新しい高みに連れていく準備はできていますか？あなたのスマートフォン体験に革命を起こす最先端ポータブル望遠鏡、ヘスティアにこんにちは。スマホの力を活かしてヘスティアで今までにない感動的な星空写真を撮影しよう。驚くような望遠レンズはあなたのデバイスの全力を解き放ち、息を呑むような画質を確保します。でもそれだけじゃない。観察旅の究極の相棒、バオニスによるグラビティを紹介できて感激しています。私たちの惑星の境界線を越えて、あなたを運ぶ素晴らしい特徴で、魅惑的な星の世界に浸りましょう。カレンダーに印をつけて、2023年7月18日、日付を明けて、この素晴らしいローンチに参加してください。
早起きはヘスピアを初めて体験する独占的な機会を得る。お見逃しなく。バオニスコムキックスターター2023バオニスコミュニティに参加して、他にはない天文学的な冒険に出かけよう。一緒に宇宙の素晴らしさを探求しましょう。7月18日に発売、キックスターターヘスピア。スマートフォンをスマート望遠鏡に変えましょう。スマートフォンのセンサーの力を使って星の写真を撮るポータブル望遠鏡の次世代の進化系ヘスピアをご紹介します。太陽、月、最も明るい真空の天体を簡単に観察して2024年の米国皆既日食に備えましょう。キックスターターでは149ドルから発売をお見逃しなく。早めの予約をしてください。早期アクセスを取得する強力な望遠レンズのおかげでヘスピアはスマートフォンの機能を向上させます。倍率25倍、レンズ直径 1.2 インチ、 Sharpness, Detail Resolution, Get Crisp, Detailed Images of Lunar Craters and Sunspots。 シャープネス、細部の解像度、月のクレーターや黒点の鮮明で詳細な画像を取得します。 Brightness, Low Light Sensitivity, Push the Limits of Your Universe, Capture Celestial Objects that Your Smartphone Alone is Unable to Perceive。 明るさ、低好感度、あなたの宇宙の限界を押し広げましょう。スマートフォンだけでは捉えきれない天体を捉えます。とても小さいので、どこにでも持ち運べます。サイズ、6.7×9.5×2.2インチ、17×24.1×5.6cm、重さ 1.1 ポンド、500グラム、バオニスのグラビティ。ヘスピアのための新しい専用アプリ。バオニスのグラビティは観察体験を向上させるように設計されており、星々までまっすぐに連れて行ってくれる無数の革新的な機能を提供します。夜間モード、月、星、星団、銀河。日中モード、太陽、日食、インタラクティブなスカイマップ、明るい DSO のカタログ、アラインメントのためのヘルプ、マニュアルフォーカス、教育コンテンツ、プッシュ通知、見逃せないイベントなど、2024年の最も素晴らしい天体イベントに備えましょう。4月8日、待望の皆既日食が米国を飾り、海岸から海岸まで観察者を魅了します。ヘスピアと一緒にこの魔法の瞬間を捉えて、日食をより近くで安全に観察しましょう。7月18日の発売をお見逃しなく。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。